はい、セクシーです。今回はね、久しぶりに BO2 をプレイしてます。ゲームモードはチームデスマッチで、マップはスタンドフになります。はい、頑張るぞ。久しぶりなんだな、これな。スタンドオフな、ちゃんと久しぶりだな。今回はね、SMG の MSMC で戦ってみたいと思います。はい、頑張るぞ。このスタンドオフめちゃくちゃ人気あるんだよな、相変わらずな。この MSMC は自分はあの SMG の中で一番好きな武器なんでね、これ愛情なんでね、これ。相変わらずと BO2 さんとスナイパーライフル多いな、ね、ちょっとうざいんだけど、めちゃくちゃめっちゃうざいわ。よし、リチキルしちゃったよ。今いたよな、どこに行ったんだな。今こっから撃たれたような。いた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 。感度今 2でやってるんでね、めちゃくちゃ感度下げてるんで。お、渡辺もいいオンライン。ね、ほとんどスナイパーでしょ。ほんとめちゃくちゃうざいよ。うん、こいつら。マジムカつくぜ。上にいるの分かってるよ。今いたな。うん。ちょっと感度がちょっと低いかもしれない、これ。4ぐらいでやらないとちょっと話にならない、やっぱりな。感度上げるとなんかやりづらいんでね。やなぁ。やりにくいんだよ、これ。こういうのね。感度ちょっと上げると、なんかやりづらい。何キロだ ?6 キロか、今だ。ちょっと、ペース的に遅いな、これ。20キロがいい。20キロ無理やな。多分。こいつら本当、ほとんどスナイパーだよ、これ。めっちゃうざいんだけど、マジで。スナイパーをちょっと排除していこう。痛い痛い。5人ぐらいはスナイパーじゃないか、これ。10キロ、ちょっとペース遅いな。よくて15キロぐらいじゃないか、これ。おお、でうめえんだよな。あの、とつってるから、悪くはないと思うんだけど、スナイパーさんの本当 BO2 のスナイパーレフルのプレイヤー本当にうまいんでね、難易度高いんです。おい、全然キルができないんだよ、このゲームは。最近15キルもできやしない。
14キロちょっと少ねえな。最低15キロやらないとちょっとあれだな。おお、うまいな。なんじゃ、ホストの引き継ぎ中。これ BO2 本当にこのホストの引き継ぎ中っていうのが多いんだよな。これ最後らへんにこれちょっとやめてほしいわ。もう終わりじゃないかこれね。これってかなりロスなんだよこれ。ちょっと困るよ。調子くるんだよこれがあると、あのこのこれになっちゃうと。このホストの引き継ぎ中っていうやつね、負けてしまったぜ。75対68でね、うちが負けました。ちょっと成績悪いぞ。うまいな、でもな、スナイパーラップ、あの、うざいとか言ってたんだけど、うん。今回の成績はね、16キル18です。2アシスト、スコア1675でした。プレイヤーの皆さんありがとうございました。今回使った武器はね、SMG の MSMC にアタッチメントはフォーグリップ、ロングバレル、拡張クリップ、セカンダリなしで、パークは、ワイルドカードはパーク1グリード、メインガンファイター、パーク1はライトウェイトハードライン、パーク2はタフネス、パーク3はデクスタリティというカスタムでやってみましょう。今回久しぶりにね、BO2 をプレイして、で、チームデスマッチやったんだけどね、マップはスタンドオフで、スタンドオフは相変わらず人気でね、スタンドオフ本当に自分も好きなんだけどね、久しぶりにスタンドオフやってやっぱ面白いね、人気があるだけあってね。で今回使った MSMC もね、 SMG の中で一番好きな武器なんでね、久しぶりに使って結構楽しみました。 MSMC はね、あとアタッチメントは今回のフォアグリップは振動を軽減する効果があるんだけど、 MSMC はねリコイルはそんなに強くないんだけど、まあフォアグリップつけた方がねより安定するっていうことでね、フォアグリップつけました。あと SMG はどうしても射程距離が短いんでね、ロングバレルをで射程距離を伸ばしてみました。あとね拡張クリップ、 MSMC はそんなにレート高くないんだけど、やっぱり拡張クリップあった方がさらにバカ打ちできるんでね、拡張クリップをつけてみました。一応試合の途中で、ね、あの敵プレイヤーさんのスナイパーライフルが多かったんだけど、でうざいとかいろいろ言ってたんだけどね、BO2 やっぱりねスナイパーライフルのプレイヤーが多いんでね、で今回も多かったんだけどね、でも今回 のスナイパープレイヤーさんはほとんどトツスナでね、トツスナっていうのはスナイパープレイヤーでとつるプレイヤーのことをとつすなって言うんだけどね、キャンパーじゃなくてもうとつすなプレイヤーさんが多かったんでね、別に悪くはなかったと思うんだけどね、スナイパーライフルやっぱ人気があるんでね、やっぱりどうしても多くなるのはやっぱしょうがないんでね、試合中にちょっとうざいとかいろいろ言ってたんだけど、今後はちょっとねそういった発言をちょっとね控えたいと思います。やっぱ BO2 面白いね、今後もねBO2 をバンバンプレイして実況動画をね上げたいと思うんで、よろしくお願いします。あとねよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。